11月24日、松山市一番町3丁目の坂の上の雲ミュージアムで、台湾大学と愛媛大学の学生によるインターネット俳句会が行われました。松山市と台湾、台北市は平成26年10月に友好交流協定を結び、観光、スポーツ、文化、経済といった幅広い分野で交流してきました。松山市は当初今年の夏、台湾を訪問し交流を予定していましたが、新型コロナの影響で訪問できなくなったため、今回インターネットを通じた俳句会を実施しました。この日は愛媛大学の俳句研究会の学生4人と台湾大学の日本語文学科の学生5人が俳句会に参加しました。まず愛媛大学と台湾大学の学生それぞれが相手校の良いと思った2句を発表しました。好きだなって思った俳句は、〇〇に当時団子とうちの顔です。これは、その団子と、自分の顔を、丸くしてるっていうふうに思ったんですけど、私も、結構丸顔の方なのでとても共感してこの俳句を選びました。私の一番気に入った俳句は、まずは4番俳句を白く染め織り同時に、この俳句が不思議な気持ちをくれました。俳句、この単語はなぜ存在するのかと考えさせてくれました。その後、松山俳句協会事務局長の杉山のぞみさんから最優秀作品の発表と公表が行われました。冬の寒さ、あるいは暗さを跳ね飛ばしそうな明るい一句に仕上げたところがお手柄だと思いました。はい、今短冊が出てまいりました。作者は陳家金さんです。おめでとうございます。これは特別な経験でした。本当にありがとうございました。海外の方との交流ということで、より一層その、同じ俳句、同じ季語でも全く違う感じ方を皆さんしているというので、でもどこかその共感わかるよねっていうのもたくさんあったので、俳句の面白さっていうのを改めて、確認することができるような、感じることができるような、俳句会だったと思います。今回の交流をきっかけに海外の文化に興味を持ち、国際性豊かな人材が育っていくことが期待されます。